さあ今年も始まりました、スキューニューモデル予約販売会カスタムフェアということですね、来シーズン2015年16年のニューモデルスキーの予約販売会、来シーズンのための準備、道具選びのお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ石井スポーツグループは今年で創業51年を迎える運びとなりました。50年の節目が終わり、新たな50年が始まります。新たな第一歩として2015年16年のニューモデルスキー予約販売会カスタムフェアを今まで以上に内容を充実させ、お客様に満足いただけるよう努力していきたいと思います。さあまた日頃から石井スポーツグループをご愛顧深く感謝申し上げますと同時に、石井スポーツグループのコーポレートメッセージ、人と地球とインターフェースね、自然フィールドの中で人は遊び楽しむ、ね、安心安全楽しいスキーライフを送るために不可欠なものがここにあります。インターフェースとはいわば橋渡しをする調整役、石井スポーツは地球かっこ自然人とのインターフェースであり、自然と仲良く遊び、雪の中で思いっきり爽快に滑り、フィールドで遊ぶ楽しさ爽快さを情報を発信していきたいと思っております。さあ一年に一度のスキーの祭典、石井スポーツカスタムフェア、ここでしか出会うことができないものもたくさんありますよ。人、こと、もの、情報発信の拠点であり、スタイル、スタイリングの情報基地、ここからの発信がさらなるスキースタイルの進化へと続きます。もっと楽しく、もっと安全に、もっと多くの人に、もっと健康に、もっとおしゃれに、たくさんのもっとにお答えし、お客様の健康と感動をサポートさせていただきたいと思います。世界最大級のスキーコンベンションとあって、展示点数なんと2万点が所狭しに並んでいます。今年も社員プロスタッフによる、スキーテストを行いました。今年のスキーの特徴フィーリングをご来場いただきましたお客様へアドバイスしていきたいと思っています。お近くのスタッフへお気軽にお声掛けくださいね。そしてさらに、今日は世界日本を代表する有名スキーエアが勢ぞろいします。オリンピック選手がいたり、技術選手権大会の選手がいたり、スキー学校の先生からバックカントリースキーエアがいたり、あるとあらゆるジャンルのスキーエアが皆様のスキースタイルに合わせた、また技術レベルに合わせたマテリアル調整をお手伝いさせていただきます。さて今年のテーマはサマーズラインに向けたスキーライフの提案、親から子へ、子供から孫へ、真剣だから楽しい、誰もが通る道としてスキーライフを応援提案をしていきたいと思います。そしてですよ、さあカスタムフェアだからできるご予約特典も多数ご用意しております。さあその一例を横田さんと、紹介していきたいと思いますが、その一はまず何ですか。はい、その一、まずですねノベルティなんですけど、また今年もですね、石井スポーツカスタムフェア特製のですね、プレミアムトートバッグを作りまして、はいはい、でこちら、なんですけど、こちらのートートバッグがですね、ご予約いただいた3万円以上ご予約いただくと、このートートバッグがもらえるような、なるほど、はい、非常に、丈夫でですね、しっかりしたものなので、スキー場でもちょっと使っていただいたり、夏場もですねちょっと使っていただきたいなと。いいですよ、お買い物の時にも使えますね。そうですね、はい、今日なんかもカタログを入れたりとか、そういう使い方もできますので、ぜひ、はいはい、これも3万以上ご予約いただいた方、はい、そうですね、はい、その2、はい、その2なんですけど、はい、こちらのメーカーの方のですね、皆さんからご協力いただきました、最新のスキー用品、こちらをですね抽選で200名様にプレゼントさせていただきたいと思います。はい、ちょっと今ここに物がないのであれなんですけど、いろいろな、メーカーさんからですね提供いただいたものをこちらを抽選 で、はい、でこちらの発表はカスタムフェアが終わった8月頃にですね、抽選をさせていただいて、ホームページの方で、はい、当選者の発表とさせていただきたいと思います。いいですね、カスタムフェア終わって少し経ったら連絡が来ちゃう、はい、そうですね、はい、はい、ぜひこちらの方もお楽しみだ、はい、お願いします。さあその3です。はい、
こちら今年もやりますフェロートラベルさんとですねタイアップをしまして、カナダスキーツアーいいですね。こちらのカナダスキーツアーを2名様にですね、はい、はい、抽選で、当たります、うん。まあ、こちらの入り口で、アンケートをお渡ししております、はいはい、そちらのアンケートにお答えいただいて、うん、フェローさんのブースに持ってっていただきたい。なるほどね、はい。まあ、これあの C スポーツの今ジーガーっていうカタログの中にも入ってるんですけど、うん、フェロードラベルさんのこのカナダツアーですね。あ、で今年あのこのカナダツアーもですね、実は、まあ、今年の、冬に、うん、皆さんぜひ行っていただきたいんですけど、はい、8月の31日までですね、ご予約いただくと、スキーツアーにご予約いただくと非常にこうメリット、特典がついてます。安く、非常に安く、またあの私あの実は今年、はい、カナダ行ってきました。行ってきました。話聞きましたよ。いい日だったんでしょう、はい。そうですね、あの2日間、パウダーとその後ずっと天気良くてですね、はい、非常にいい思いをしてきました。非常にカナダはですね、あの僕にとっても楽しい思い出の場所なんで、僕も一応あの思い出の地で、ずっとフェローさんの仕事でカナダに行ってまして、ね、はい、あの頃まだウィスラーとブラックも、はい、つ、は、な、い、がるゴンドラがなかったんですけど、あの終わった後もジャグジーがいいですよね。そうですね、はい、のんびりして、まあ、あとはあの帰ってきた時にすぐビールが飲めるという。あ、最高ですね、あと、滑れるレベルに合わせた、ね、ガイドもちゃんとついてる、ね、そうですね、ガイドさんが本当、うん、フェローさんはすごい充実してますので、ね、はい、ぜひこちらの方もですね楽しみにしていただきたいというふうに思います。はい、さあ続きまして、その4です。はい、こちらはですね、カスタムフェア、うん、この早期ですね、この時期に、予約していただくと、まあ、特別価格という形で、うん、非常に、安く、はい、商品が手に入ります、はい。もちろん、予約金、内金等もございませんのでね、うん、まあ、ちょっとこれいいなと思って、うん、見ていただければ、ぜひ、予約をですね、うん、していただいて、実際にここに今たくさんの商品があるんですけど、うん、この商品がですね全部店頭に並ぶかっていうと並ばないんですよ ね、 なるほどね、この点数は、うん。で展示会の時にいいのがあったな、でもお店行ったらあれなかったなっていうことがよくあることなので、残念なことですからね、はい、ぜひ予約した方がいいですね。そうですね、この会場を見ていただいて、はい、ぜひ予約をしていただきたいというふうに思います。はいはい、そう、次まして5ですね、はい、その5、その5なんですけど、こちらはですね、まあ、こう限定商品、もうカスタムこの時期でしか手に入らないような限定商品だったり、レア商品であったり、あとまあ選手用っていう言われている、まあ選手が履いているまあ特別仕様の商品ですね、そういうレア商品がですねたくさんございます。まあ、これもあの先ほど言ったようにもうここでしか手に入らないので、ぜひこれをですね見ていただいて、まあこれちょっと今年履いてみたいなとか、使ってみたいなっていう方はぜひご予約したいと思います。はいはい、さあその6となります。はい、こちらはですね、まあ、この会場でご制約、まあ、スキー、ブーツ、ウェア、まあ、アクセサリー等ですねご予約いただくと、うん、各メーカーさん、そのメーカーさんからですね、商品、まあ、なんですかね、プレゼントがノベルティがありますので ね、ぜひこちらの方をご予約いただくとそういうものもあります。まあ、ちょっとメーカーによっていろいろまちまちなので ね、うん、ちょっと聞いていただきたいなと、はい、いうふうに思います。はい、さあその7となります。はい、その7ですね、こちらもまあ、先ほどから言っているようにですね、商品点数約2万点、はい、この商品特にアクセサリーなんですけど、もう本当にお店にですね全部並べることはできないので、もうこれだけ広い会場で、まあ、たくさん豊富にありますので、うん、ぜひこのアクセサリーコーナーにですね足を運んでいただいて、自分でいいなと思ったものを、これもですねぜひお見逃しなくですね、ぜひ、まあ、手に取ってしっかり見ていただきたいなというふうに思います。はいはい、さあその8となります。はい、その8なんですけど、これは各会場で即売コーナーっていう形で、これいいですよね、はい、いろんなものありますよね。そうですね、まあ、いろいろ手に入ります。例えば、スキーが上手くなる、DVD だとかね、はい、あとサプリメントのコーナーがあったり、はいはい、シトリック紙の、これはあれですね、僕も愛用してますけど、はい、これがなかったら生きていけないというですねとても飲みやすいし、そうですね、飲んでいただけると分かりますね、はい、はい、まあ、特に本当スポーツやられる方、まあ、夏場もそうですね、スポーツやられる方はぜひこの
ストリックアミノをですね、飲んでいただきたいなと思います。これも即売ですぐ今日持ち帰りができますので、はいはいはい、ぜひこちらも即売コーナー、うん、それと今年もやりますスキー場さんのね、うん、早割りリフト券、これも人気ありますよね。はい、そうですね、これもですね、まあ全てのスキー場じゃないんですけど限定されたスキー場さんとですね、うん、タイアップして、早割りリフト券を販売しますので、こちらの方もですね、即売コーナーに行っていただくといろいろありますのでぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい、そしてまあアクセサリーではもういろいろあるんですけど、よく、スキー場でもよく見ますね、バフっていう、ね、今年もつけましたよ、はい、あれは助かりましたね。そうですね、ゴワゴワしたものじゃなくてね、はい、薄さで暖かさっていうんですか、そうですね、うん、はい、保温性もありますしね、はい、あとやっぱりおしゃれですよね。おしゃれですよ、はい、でぜひああいうものですね、バフとかを使っていただいて、うん、で今年実はバフからですね、うん、今までネックウォーマーそういうものだったんですけど、うん、今年はキャップも新しくですね、うん、出ましたので、ぜひ、ね、はい、こちらの方もですね見ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、さあそしてその9、はい、伊藤博樹サービスマンによるですね、うん、マルフィチューンナップセミナーを開催します。いいですね、はい、まあ、こちらは去年も昨年も行いましたチューンナップセミナーですけど、はい、すごい皆さん真剣に聞いてましたね、本当にね。まあ、伊藤サービスマンというのは1990年からですね、まあ、スキーレーシングサービスマンとして約、まあ、24年間ワールドカップ世界選手権そしてオリンピックと、うん、選手と一緒にですね日本のスキー選手たちをサポートして、うん、オリンピックに7回、世界選手権に9回、うん、そして佐々木朗選手とですねワールドカップをずっと飛び回ってですね活躍していました。その、まあ、ノウハウをですねこの会場で、セミナーを行いたいと思いますので、はい、ぜひこちらの方も期待していただいて、これチューンナップの仕方を教えてくれるんですか。そうですね、まあ簡単なチューンナップの本当に誰でもできるような、ね、はい、チューンナップをですね、見せできると思います。はい、喋り方もね、はい、とても面白い方で、はい、そうです、飽きない時間がたくさん続くというですね、はい、で今年はですね、まあ、耳寄り情報としてですね、うん、まあ、その伊藤博樹のチューンナップ DVD をこれすごい発売します。はい、これは先日もう収録をしまして、はい、今一生懸命作ってですね、で、間もなく発売されるという、はい、で、まあ、まだ正式名はちょっと決まってないんですけど、伊藤博樹の流儀という形で世界基準のチューンナップテクノロジーですね、こちらをですね、発売したいと思います。うん、まあ、こちらの方をですね、詳しくは近くにいるスタッフに、はい、聞いていただきたいと思いますので、はい、それと、まあ、秋からは、このチューンナップセミナー実際に各地方、うん、各もう全国のですね、地域に行きまして、うん、まあ、実践的なチューンナップセミナーを行います。はい、これも去年昨年から開催しまして、そのセミナーで約150名200名ぐらいですかね、まあ、いろんな地域 で、 ですねやらせていただいたんですけど、まあ、本当ジュニアからまたお父さんお母さんからですね、まあ、マスターズの選手とかたくさん大勢がですねこちら受講していただきました。今年もですね行いますので、まあ、こちら8月頃にですね、スケジュール等は発表になりますので、なるほど、はい、こちらもそうですね、そうですね、はい、と思います、はいはい、さあラストその10となります。はい、その10なんですけど、これも昨年から始めました、うん、スキー、まあ、学生だったとかマスターズをですね、うん、我々は応援したいと、うん、まあ、特に学生、お金のない学生にですね、はい、スキー学割という形でですね、応援カードを作りました。こちらのカードなんですけど、まあ、内容はですねちょっと詳しくはまたお近くのスタッフに聞いていただきたいんですけど、はい、簡単に申し上げますと、こちら、まあ、通常商品店頭商品であったりとかカスタムのこの会場でもですね使えるんですけど、その今、カスタム会場で出している価格よりさらに割引になりますので、ぜひこちらの方は学生さん、中学生、高校生、大学生、の
の方ですね、ぜひこちらの方を作っていただきたい、はい、学生だけじゃないんですよね、はい、続いてそうですね、うん、そして、マスターズの方を応援しようと、みんなに応援するんですね、はい、はい、もういろんなスキーヤーにもういろんなところで応援をしてます。こちらもマスターズ応援割引カードといいまして、はい、こちらの50歳以上基本ですね、50歳以上のマスターズ、まあ、全日本登録をしたりとか、まあ全日本マスターズに出てるようなそういう方をですね対象として、こちらの方もカードが、はい、ありますので、ぜひこちらの、入り口、付近でですね受付もしておりますので、はい、またちょっと詳しく聞きたいなっていう人は、そこにいるですね近くにいるスタッフので、ね、ちょっと気軽に声をかけていただいて、ぜひ皆さんこの対象の方は、作っていただきたいなというふうに思います。はい、まあそういろいろとありますけどね、はい、まあ、この会場にある特典すべてその10までございますので、はい、全部利用していただければと思います。さあ2015年16年のカスタムフェアスキーニューモデル予約販売会ですが、まもなく開幕となります。さあ今年もたくさんのニューマテリアルが一堂に集まります。ゲストあり、プレゼントあり、ノベルティありと、ここでしか手に入らないアイテムもね、ベストプライスもあったりしますと、バックカントリーも、ね、充実してますからね。そうですね、本当楽しいですからね、はい、まあそんなですね、世界最大級のコンペションがスタートするわけですが、私も今日ジョギングの途中でスウェットのまま来てしまいましたけどこのラフな ね、このユーストリームが、はい、当日も、はい、選手たちも、お化粧もせずに素のままで、はい、全国の皆様に映像で、はい、スキーの裏話、そうですね、今シーズンの良かったこと、はい、悪かったこともね、トークショーもございますんで、はい、今回はなんか場所変わったんですよね。そうですね、トークショー、うん、特別会場みたいな形で作りまして、ちょっとゆっくりできるスペースでね、はい、そうですね、はい、ぜひ、まあ、有明会場の方ですね、いらしていただくと、まあ、楽しいことがたくさんありますね。まあ、他の会場も僕全部行きたいんですけど、どこもかしこも盛り上がりそうですね。そうですね、はいはい、おかげさまでもう7会場全部、まあ、すごいですね、まあ、2017年あたりは7会場僕全部行ければいいんですけどね、はい、ぜひ、はい、ぜひください。今、はい、今言いましたね。まあそんな、予約販売会カスタムフェア、心ゆくまでご堪能ください。愛知代表の横田さんと私、マッスルリキュアがお送りしました。はい、お願いいたします。